も月安きあは、中京テレビ放送のアナウンサー。静岡県静岡市出身。静岡県立清水東高等学校、立命館大学産業社会学部現代、社会学科卒業。身長157センチメートル。ミス立命館2012ファイナリスト。高校時代は、ハンドボール部に所属。春風亭翔太は小学校の先輩で、 CBC テレビ名誉会長の大石洋一は高校の先輩にあたる。2015年4月、中京テレビに入社。同期入社は稲村伊佐子彩。2017年10月からスポーツスタジアム、魂のアシスタントに就任。2018年7月から、オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんですのナレーションを担当。2019年4月から、キャッチ。 の中継を担当。6月からスポーツスタジアム、魂の MC、9月からキャッチのサブキャスターに就任。2021年4月からグッドのプレゼンターとして出演し、10月より MC に就任予定。現在過去、中京テレビ放送、キャッチ。2019年10月14日、放送文で共演した際に判明らしポ。 公式ツイッターマイナス2020年12月16日ありがとうございます。